今回はね、ひな祭り、3月3日の時から、ひな祭りの時買いましたけどね、こちらです。ひなあられって感じだね。越後製菓が、どうしたの？花形が入ってるらしいけど、それは、わかんないですね。でも、なかなかの、いいだけね。私は女の子ではありませんけどもね。ひな人形はいいなと思います。いや、結構、おいしいよ。昔からこれあるんだろうね。それこそめでたい時としか食えないけど、昔はね。今、ふんわりとしてすぐに溶けてしまうんだけど、まあ、ポップコーンに近いっていうのかな。現代で言ったら。そんな感じで、油で揚げた柔らかいせんべいみたいなね。うるち米なんだ。でもこれ原産がアメリカって情けないよな。これは原産がアメリカって書いてあるんですよ。ね。日本にしといてくれよみたいな感じなんだけど、日本で作ってくれよって話なんだけど、原産アメリカとかね。今の時代贅沢だね。何でもかんでもみんな海外頼りすぎ。だからね、日本で自給してくださいって言いたくなるんだけど、ほとんどのものが海外に頼ってばっかだからね。これが情けないでしょ。だから、日本のそのね、どんどん作ればいいなと思うんだけどね。でも、味わいもなかなか良くて。ひなあられはうるち米使ってんだけど、これは日本のお米を使って欲しかったな、これ、新米とか。せっかく見れたいものがね。でも、味わいちょっと甘くないし。これはこれ。なかなか。いい味が出してるなと思います。どうもありがとうございました。